まあね、インスタグラムのノウハウもですね、もう本当に話し出すと、まあ、本当に、3日間ぐらい寝ずに喋れるぐらいのノウハウはあるものなんですけども、まあ、今度ね、東京でもそのインスタのセミナーとかさせていただくわけなんですけど、やっぱね、ノウハウも大事なんだけども、一回ね、見てもらった方が早いんじゃないかなっていうふうに思って、ちょっとね、実際に僕らが回してるアカウントのね、どういう感じでやってるのかちょっと見てもいただいた方がいいかな、というふうに思うわけですね。例えばですね、あ、今この画面見えてますか？インスタグラムが。うん、ありがとうございます。実は僕ら回してるアカウントの一つで、まあ、今これね、運用してから約3ヶ月弱ぐらいなんですけれども、まあ、今、全くのゼロから運用して、まあ、6240人と。で、以前 LINE アットで告知させていただいたときは、だいたい5900人ぐらいだったと思うんですけど、まあ、ここ数日でね、またどんどん増えていってると、まあ、いう形になるんですけども、このね、アカウント、これもですね、パッと見どうですか？ちょ、感想を聞いてみたいんですけども、さとこさん、どうですか？めっちゃインスタ映えしてます？いや、してないです。そんなしてないですよね。はい、うん、そうなんですよ。で、実際にこのね、逆にインスタ映えしてるインスタグラムってどういうのかっていうと、こういうやつですね。こういう感じなんですよ。インスタ映えっていう。まあ、こういう写真とかね、結構男性とかみんないいねを押したりするんで、まあ、結構いいねがついてるわけなんですけど、まあ、それでも僕らの方がいいね数多いですからね。だいたいフォロワー6000人に対して、1500とか、多い時で1700ぐらいいいねついたりするんね。こういう感じで。一般的に言うこういうインスタ映え、まあ、綺麗なこういう写真とかじゃなく、こういうのはなかなか撮れないですよ。うん。しかもカメラマンじゃないとね。なかなかこんな写真撮れないですよ。うん。でも、しかもですね、コーチコンサルセラピスト系だったら、なおさらこういう写真って撮れないと思うんですね。うん。で、実際にじゃあ僕らはこのインスタ映えしない写真、これ実際に iPhone で撮った写真なんですよ。で、それをちょっと明るくして、まあ、投稿に使ってるって感じになるんですけども、なんで僕らのアカウントが、まあ、伸びてるのか。っていうとですね、この差別化なんですね。差別化、差別化で、ちょっと一回ですね、ノートに戻ります。はい。で、ここのですね、インスタグラムのね、インスタ映えしない印象集客で大事なのは他との差別化です。これぜひね、覚えて書いていただきたいんですけど、他との差別化、で、実際どうですかね、この写真とか、ペット系のアカウントで、確かに可愛い猫の写真に載せる人とかってたくさんいるんですよ。でも、その猫の写真に文字を入れてる人っていうのはいないってことに気づいたんですよね、最初。で、じゃあこの路線で一回テストしてみようっていう形でやっていったら、やっぱりその反応率っていうのがグッと上がったわけです。で、そこからフォロワーがどんどん増えていったわけです。で、実際僕らっていうのは、このインスタグラムの写真にタイトルを入れる。で、ここの文章の方で具体的にこの、例えば猫を上手に飼うための6つのポイントとか、これを猫の飼いたての人に向けた親切情報をね、まあ、発信してるってわけなんですけども、この文章で実際にそのポイントを まとめて、もう完全にそのもうギブギブの精神で、もう見込み客の人が求めている情報をダイレクトに提供するっていう形で、そういうコンセプトでそのアカウントというのを作ってるわけですね。うん、よく一般的にあるこういうインスタグラムとかって、そんなに文章長くないんですよ。なんかこういう感じ。お弁当でインスタ映えわらわら以上みたいなとか。別にお役立ち情報についてね、上げてるようなアカウントって、実際これ猫とかで調べてみていただいたらわかるんですけど、ないんですよね、実際に。で、ないから僕らがやってみたって感じですね。これは結構発想とか着眼点のポイントで、実際こういうインスタ映えしてるような写真とかでも、文章ほとんど書いてないんですよ。で、実際インスタグラムって、まあ、僕らはね、写真に文字を入れるっていうことによって、まあ、目立たせるっていうことですね。なぜ文字を入れたのかっていうと、簡単に言うと目立つからと。で、実際にスマートフォンで、まあ、このインスタグラムっていうね、こういうアプリを開くとですね、まあ、こういう形でね、タイムラインがこうやって流れるわけですよ。こうやって。で、多くの人がやっぱり見るのは、
まあ、若い子たちとかって、だいたいこういうストーリーから見たりする子もいれば、まあ、こういう投稿から見る人もいたりもするんですけども、この後にですね、見るのはこの虫眼鏡マークがあるんですね。ここのインスタの。この虫眼鏡マークを押していただくと、まあ、こういう自分の、例えばいつも料理に関して情報発信してるとか、いつもインスタで料理のことを調べてる人っていうのは、AI が自動的にその人のアカウントに最適化してくれたような、その投稿っていうのをおすすめとしてこう一覧で出してくれるわけです。まあ、こういう働きがインスタにはあるんですけど、で、ここの一覧で見てもみんなこういう感じですよ。インスタ映えするような写真ばっかりなんですよね。で、こういう写真の中で一つだけ猫のが写真に文字がドカンと入ってるのがあったらやっぱ目立ちますよねって話なんですね。で、ここで目立つからここクリックしてみようって言って、インスタのアカウントに飛んできてくれて、あ、読んでみた。で、すごい役に立つなと。で、あ、この人のことフォローしてみようっていう形でやっぱフォローされるっていう流れになってきてるわけですね。で、まあ、当然、僕らの場合であれば、完全に見込み客に絞って、僕らのフォロワーって外国人とかほとんどいないんですよ。あと業者とか。で、それはなぜかっていうと、その友達申請っていうのをちゃんとした、まあ、マーケティングに従って、適切な友達フォローっていうのをこちらからやっているからっていうわけではあるんですけれども、で、それプラスですね、ここのちゃんとした投稿とかもですね。こうインスタでこういう投稿をね、まあ、文章長めに書いてるわけなんですけども、Facebook と同じかそれ以上に書いてます。でも、ちゃんと読んでくれるんですよ。で、結構濃いコメントをやっぱり皆さんくださったりしてるわけですね。で、多い時とかやっぱコメントとかも30件ぐらい来たりするんですけれども、まあ、16件とかね、まあ、この辺とか20件とか。まあ、こういう形で、まあ、着眼点はですね、あ、これはちょっと違うわ。こちら。まあ、着眼点は、やっぱり他との差別化なんです。で、今であればですね、これ皆さんもね、ぜひ真似していただければなというふうに思うんですけども、例えば、写真に文字を入れる。まあ、これも一つのやり方ですし、まあ、あとはですね、このお役立ち情報っていうのを、もう出し惜しみせずに、まあ、出すと。これをね、ちょっとね、やっていただきたいんですね。写真に文字を入れる。そして、お役立ち情報を出し惜しみしないで出すと。ここがやっぱりポイントですね。で、今日もね、1時間のズームセミナーなので、まあ、結構ポイントをね、かなり絞って凝集して話してるんで、まあ、ちょっと話がちょっと飛び飛びになったりするんで、ここはちょっとご了承いただければなというふうに思うんですけども、で、インスタグラムっていうのは、まあ、何でもかんでも写真に文字を入れればいいかといったらそうではないんですけれども、まあ、ご自身のアカウントによってね、まあ、若干その、まあ、攻め方っていうのが若干異なってきたりはするんですけれども、まあ、例えばですね、まあ、恋愛とかであれば、イメージとしてはこういう出し方とかもありなんですね。こういう出し方。例えば、文字、写真、文字、写真、文字、写真みたいな。で、これも結局原理原則には乗っ取ってるんですね。で、インスタグラムの原理原則っていうのは、インスタの原理原則。インスタの原理原則っていうのはですね、まあ、ズバリ、まず世界観なんですね。世界観。世界観。佐藤さん、世界観ってわかります？僕ですか？はい。インスタで置ける世界観って何だと思います？世界観。どういうものだと思いますか？インスタにおける世界観。インスタにおける世界観。ちょっとわかんないです。非日常とか、違うな。ああ、まあ、非日常が世界観っていうわけではないですけど、それもまあ世界観の一つの形っていう意味ではそうですね。うん。アリサさんは何だと思いますか？インスタにおける世界観。快感。快感、快感ですか？なんでしょうね。世界観ですよね。世界観、世界観です。世界観ですね。はい。世界観、なんか理想な感じとか。理想。はい。理想の形。そうですね。まあ、それも世界観の一個にも入るわけなんですけども。なるほどですね。理想の一つも一つ。さとこさんは何だと思いますか？世界観ですか？
はい、インスタにおける世界観。なんでしょう。まあちょっと質問の仕方がちょっと今回難しいねっていうのもあるんですけど、理想の形、まあ、わからないですね。川上様なんだと思いますか？自分らしさみたいなもの、なんか個性っていうか。なるほど。そう、川上さん正解です。あ、はい。そうなんです。まあ、今の自分の色ですね。これが世界観なんですよ。実際に我々の知り合いの方で、インスタグラマーの方で、まあ、3ヶ月でこの方男性なんですけど、あ、ちなみにインスタって男性でも伸びるんですけど、女性の方がやっぱ伸びやすいってなる。で、男性でも3ヶ月間で1万フォロワー達成した方がいらっしゃるんですよ。で、この方はまあ男性なんですけども、まあ、旅行系のね、そういうインスタグラムを投稿していって、まあ、そこで自分の色っていうのを出すのがうまかったんですね、この方は。で、実際にその世界観っていうのがどんどん出していって、まあ、自分のファンを作っていく。まあ、簡単に言うとインスタっていうのは自分の色をこの投稿で表す。でも、インスタグラムって、まあ、ご存知の通りですね、この、写真ですぐ判断されるんですよ。9割はもう写真で判断されるってことですね、視覚情報の9割。で、Facebook とかやって文面が基本的に見えないので、ここの写真だったりとかタイトルからしか判断されないと。まあ、そういう特徴があるわけなんですけれども、その写真でいかに自分の色とか、ね、自分の生き様とか価値観っていうのをどんどん出していけるか。それがやっぱり重要になってくるわけなんですね。で、例えば、このね、ミサトさんってこの方であれば、まあ、写真にそのタイトルを入れることによって、まあ、その恋愛のね、まあ、心理専門家っていう形で自分なりのその世界観を出している。これも一つのあり方ですし、まあ、先ほどのね、この猫ちゃんのアカウントとかであれば、これはこれでまた世界観が出てますよね。猫に関しての親役立ち情報を発信する、親役立ち情報通信みたいな形で、やっぱり毎日ね、数多くの方がこのメディアをね、見てくださってるわけなんですけれども、まあ、こういう形でね、これも一つの世界観なんです。なので、こういう形で、例えば、音楽教室されている方で、まあ、川上さんもそうですけれども、例えばじゃあ自分自身が、もしくは生徒さんがとか、実際に、まあ、ピアノをね、弾いてるところ、そこの、しかもサビのピアノでサビを演奏している部分っていうのを、ここのインスタグラム、まあ、動画も上げられるので、その動画でレッスン風景を上げてみたりであったりとか、そのサビをね、やっぱインスタで音楽を聴きたいという人の中にいたりするんですよ。なので、その実際にレッスン風景と、そのサビの部分を弾いているような動画っていうのを上げていったりとか、あとはその、川上さんであれば、その音楽教室のその色であったりとか、その雰囲気っていうのを全面的にインスタグラムに出していった方がいいですね。っていうのも一つの色だし、まあ、そういう形でそのご自身のですね、まあそのビジネス、サービス の世界観っていうのをどんどん出していく。ただ、これはですね、世界観いきなり出す、自分の色を出せって言われても、そもそも、いや自分の世界観何ってやっぱなると思うんですね。うん。で、多分世界観って言ってもそんなにスルスルすぐに出てくる人っていないと思うので、これに関してはですね、今日ね、ズーム参加してくださった方には、なんとプレゼントがあります。で、そのね、プレゼントを、で、まあ、何なのかっていうと先に言ってしまうと、まあ、インスタフォローでね、半年間で、まあ、5000フォロワー、あ、違うの、3ヶ月で5000フォロワー、半年で1万フォロワーを達成するための、インスタのブランディングシートっていうのをね、皆さんね、今日参加してくださった方にはプレゼントさせていただきます。で、そこにはですね、なんと3つのワークがあるんですけれども、その3つのワークをご自身に置き換えてみて書き出していただきたいんです。で、このインスタシートをぜひね、ご自身で、まあ、時間があるときにね、まあ、記入していただいて、それでしっかりと自分の、ね、その世界観っていうのが、そのインスタグラムのブランディングシートの質問に答えていくだけで自然にね、これが見えてくるような、まあ、そういうね、シートになっておりますので、まあ、ぜひね、これも楽しみにしていただきたいなというふうに思います。でこれはね、まあ、プレゼントをもとに、まあ、見つめ直していただくってことですね。そして、まあ、インスタグラムで大事なのは、まあ、世界観。が大事。そして、あと統一感なんです。まあ、世界観と統一感ってちょっと被る部分もあるんですけれども、統一感がすごい大事です。インスタは。
例えばどうですかね、まあ、これね、自分は絶対にやらないと思ってても結構やっちゃってる人多いんですけど、例えばですよ、じゃあどうしよう、まあ、この中で今インスタ一番やってるの多分川上さんだと思うんで、じゃあ川上さんインスタグラム、実際にですね、音楽教室のインスタグラムが、例えば、じゃあここに、そうですね、あ、川上さんのインスタグラムって検索させていただいても大丈夫？はい、はい、はい。お願いします。ユーザー名、川上のペースでしたっけ？川上、教室の方出したらいいですか？うん、あ、うん、そうですね。確か、これじゃなかった。川上音楽教室、そのままです。あ、こちらですね。はい、はい。はい、こちらね、まあ、川上先生のされてる音楽教室のインスタなんですけれども、まあ、例えば、まあ、そうですね。まあ、これ昔は結構あんまり統一感とか意識してないで、まあ、これからちょっと統一感を出していって、ちゃんとインスタもやっていくっていう形にはなると思うんですけど、結構過去のってあんまり統一感とかって気にされてましたか？こういう。いやー、全然してなかったですね。うんうん、そうですね。まあ、これだったらね、まだ全然マシなんですけれども、ただやっぱり、その、この写真をパッと見て、大体インスタグラムって視覚的に入るのが合計で、まあ、6枚から9枚ぐらいなんです。うん。で、この視覚情報で人間っていうのは、やっぱり一瞬にしてね、まあ、インスタのユーザーって面白いことに、結構気まぐれな人が多かったりするんですよ。まあ、ツイッターのユーザーって結構知的な人が多いので、やっぱ言葉遊び好きだったりする人が多いんですけど、インスタって逆に結構隙間時間とか、なんか暇つぶしでインスタを見る人が多いんです。で、まあ、それはツイッターも同じなんですけども、インスタって結構その感覚で、なんかこの人いいな、あ、この人あまりよく、面白くないなっていうのを、もう本当にもう潜在意識レベルで判断して、もうなんとなくで、もうスルー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 。もう、この人自分の興味のないものはどんどんスルーされていってしまう。まあそういうね、性質が あるんですけど、まあユーザー層っていうのは気まぐれってことですね。で、パッと見て、パッと見て、この人が何をやっているのかっていうのがわかる。そしてこの人の世界観がパッと見てわかる。しかも統一感がある。アカウントでないと、やっぱお客さんというのは立ち止まってくれないわけです。うん、で、例えば、まあ、川上さんはないと思うんですけど、例えば、ね、いいですね。レッスン風景の写真。レッスン風景のお写真。レッスン風景のお写真。ラーメン。ね。レッスン、レッスン、レッスン。ラーメンの写真載せるとかね。うん、そういうのとか、あとはね、レッスン、レッスン、レッスン。で、ピアノの、お教室のコンサルティングをしている風景だったりとか、で、コンサルしている風景、活動の写真。で、こういうところに活動のお写真があると、やっぱインスタ、あの統一感がないところになってしまう。うん。そうで、まあ、例えば、まあ、川上さんと、これ生徒さんのお写真ですかね。生徒さんと、はい、写ってる写真です。生徒さんとのお写真、レッスン風景。ピアノの写真。で、次のとこで、なんと、おっさんのドアップの顔の写真が出てきた。まあ、それだったら、やっぱね、そういうのは、まあ、極端、これ、例え、わかりやすく言ってるだけなんですけど、まあ、そういうのはやめましょうね。で、やっぱり世界観が上手い人っていうのは、まあ、実際に、この方、テレビにも出てる方なんですけど、中島優子さんって方とかいらっしゃるんですよ。中島優子さんとかね。で、僕自身もこの方のコンサルとか、以前、受けたことがあるんですけども、まあ、インスタグラマーの講座とかされてる方ですね。で、僕も今回すごいね、仲いいんですけれども、まあ、この方とかは、中井の窓っていう番組とかに出てた方なんですよね。今、ジェットスターの公式アンバサダーとかもされてる、まあ、女性起業家の方なんですけど、結構、どうですかね、統一感ありますよね。どうですか、佐藤さん、統一感ありますか？うん、ありますね。ありますよね。うん、この方って、ママ旅っていう、ママ×旅っていうテーマで自分の世界観を表現してるんです。うん、まあ、いわゆるインスタには、キーワード、これテーマが大事っていうことですね。で、中島さんそれを見事にちゃんと再現していて、ママ旅なので、実際にお子さん連れでどっか行ったりする写真だったりとか、そのね、こういう動物園行ってる写真とかね、こういう写真とか、お子さんと一緒にやっぱ海外とか行ったりしてます。で、しかも、インスタグラムで企業案件で1泊25万のツイートとか無料で行けたりするんですよ。なんかフォロワーが5000人以上いる人とか。で、実際にそういうのを使って無料で海外とかヨーロッパにね、行ったりもされてる方なんですけども、こういう海外の写真であったりとか、こういうのを上げていると。でもそれちゃんとテーマに即してるわけですね。ママかける旅っていう。で、しっかりと統一感があると。で、
この中島さんターゲットのやっぱりそのママ起業家であったりとか、まあ、いわゆる女性起業家の人とかが結構ファンには多いんですけれども、まあ、そういう形で、あ、私もこの人みたいになりたいなとか、まあ、そういうふうな憧れを持ってもらえるような世界観をちゃんと出せるんですね、中島さん。今中島さんこれ約2万8000、もうすぐ3万フォロワーっていう感じになるんですけど、中島さんとかまだ1年経ってないですからね。実は。そうなんですよ。で、今3万ぐらいいってるわけですね。全然そこまで持っていくことは可能ってことですね。なので、まあ、統一感も大事だし、世界観も大事だけれども、やっぱり大事なのは、この二つがブランディングになるわけなんですけど、あとはですね、やっぱりその憧れと、やっぱ共感なんですよ。憧れと共感。まあ、これね、結構めっちゃ今ヒント言ってるわけなんですけど、これ無料のズームセミナーでね、本当は教えちゃいけないレベルの話なんで、まあ、今日はね、ちゃんともう、僕も、話して気分が良くなってしまったので、もう言ってしまうんですけれども、まあ、結構有料級の情報ですよ。だいたい、このノウハウだけで5万とかしたりしますからね。で、まあ、実際このインスタ、憧れかける共感っていうのが大事なんです。憧れかける共感。で、憧れっていうのは、例えばどういうことかっていうと、例えば、ママさんで、お子さんと一緒にやっぱり月一で海外とか飛び回れたら、いいなっていう人ってやっぱりいるはずなんですね、世の中に。でそれに今日にいいなと思ってる人っていうのはやっぱり中島さんのやっぱファンになったりとか、まあ、するわけなんですけれども、ちゃんと憧れられるような自分が憧れられる存在であるべきっていうことを意識してやっぱ写真とか上げてるわけです。だから逆に例えば中島さんが急にここら辺でね、例えば、今日は料理するの、これ別に中島さんに、僕は中島さんでないんでわかんないですよ。これ例えですけど、例えば中島さんがまあ、この方がですね、あんまりちょっと本名出すとあれなんで、まあ、あ、この方が、今日は料理するのがめんどくさかったので、カップラーメンを食べました、ね。で、カップラーメンの写真ドーンって載せたら、僕その時点で結局その人のブランディングってたった1個のところで崩れちゃうわけですね。うん。だってやっぱ憧れられるべきっていうポイントもやっぱり大事なんです。で、例えば今、コーチコンサルセラピストとかお教室とかサロンされてる方であれば、やっぱり、あ、じゃ自分がこのインスタの、このアカウントのここのお店、じゃあサロンだったら美容室、ここのお教室とか、この人にコーチングを受けたら、自分もこういう風なライフスタイルを歩めるんだなっていうような、やっぱ憧れられるような、自分が存在にならなかったら、やっぱお客さんってね、お金払ってその人のところ行こうってやっぱ思わないので、そういう意味でちゃんと憧れられるポイントっていうのを、自分だったらどういう部分が憧れられるポイントなんだろう。自分の憧れられるポイントっていうのを見つめ直してみると。まあ、これもね、全部プレゼントのね、インスタシート、ブランディングシートっていうところでね、質問に答えていくとね、まあ、自動的に答えが出てくると思うんで、まあ、それぜひワークをやっていただきたいなというふうに思うんですけれども、まあ、あと共感なんですよね。基本的にこれ憧れだけではダメで、これね、マーケティングにおいてはもう、すべてにおいてそうなんですけど、基本的に憧れだけでもダメだと。ね。憧れだけでもダメだと。例えば、じゃあ、そうですね。佐藤さんがですね、じゃあめっちゃ、めっちゃリッチなライフスタイルをインスタグラムで発信していこうと思ったとして、じゃあすごいそのお金持ちみたいなね、そういうブランディングでいったと。で、なんか毎回投稿にね、なんかロレックスとか、なんかルイ・ヴィトンとかね、フェラーリとか、高級フレンチとか、スイートルーム乗ってるぜ、スイートじゃないや、なんだっけ、エコノミービジネス、なんだっけ、忘れしてる。ファーストクラスですか？飛行機で一番上のクラスって何でした？ファーストクラスですか？あ、そうだ。そう。佐藤さんが、まあ、ファーストクラス乗ってるぜとかっていうね、投稿してたとしても、確かに憧れる人はいるかもしれないけど、でも憧れられるだけだったら、ファンにはならないわけです。うん、じゃあ、憧れ、そのファンになるメカニズムっていうのは、ファンマーケティングっていうところで、まあね、これまた深い話になるんですけど、ファンマーケティングって基本的に、この、まず憧れられる存在であるべきっていうのは当然そうなんですけども、憧れられるプラス、あ、この人は、この人、自分、まあ、簡単に言うとですね、例えば、佐藤さんがそういうお金持ちのブランディングをしていたとしても、でも実は、私も昔は、こういう時期があったんですよ、とか、全然稼げなくて、もう、畳3畳半の部屋でね、寝泊まりしてた時期もあるぐらいなんですよ。でも、そこからいろんな人に助けられて、今こういう風な自分があるんですっていう、そういうストーリーとかっていうのもインスタグラムでどんどん発信していけば、共感も拾えるわけなんです。うん。
でもその共感を拾わなくて、ただひたすら憧れだけを意識してやってたら、ただの、結構嫌なやつというかね、ちょっと嫌味なやつで終わっちゃうってことなんですね。うん。だから憧れだけでは実はダメで、ちゃんとこの共感してあげる。つまり自分の見込み客の人の気持ちに寄り添ってあげられるような投稿っていうのもどんどん、もう、組み合わせて発信していかなければいけないっていうところがポイントですね。なので、憧れと共感。この二つの両輪が、まあ、掛け合わさることによって、まあ、熱狂的なファンマーケティングが、まあ、できると。そして、自分自身のこの写真の統一感、世界観っていうのを、まあ、構築していきましょうよっていうところが、まあ、ポイントですね。佐藤さん。佐藤さんは、自分が憧れられるポイントって、どこだと思います？あ、佐藤さんですね。あ、僕ですか？はい。僕が憧れられるポイント。憧れられるポイントです。ちょっと難しいですね。憧れられるポイント。アリサさんは自分が憧れられるポイントって何だと思います？他の人から見て自分に憧れられるポイント、自分のことを憧れてくれるポイントですね。憧れてくれるポイント、はい。あ、逆にあったとしても、ちょっとこの場だとちょっと言いづらいっていうのももしかしたらあるかもしれない。そうですね。え、川上さんはございますか？そうですね。私の場合だったら、個人音楽教室で、まあ、元は5名の生徒だったんですけど、140人の、理想の生徒さんだけを集めているっていうところが、憧れられているという感じです。さすがです。はい、そうですね。もう、さんの実績がぶっちぎりなんで、そうですね、どんどん出していった方がいいですね。あの、お教室の集客の方とかでは特に、はい、そうですね、あ、お教室コンサルの集客の方ですね。はい、はい、はい、いや、すごいですよね。5人から145名まで、はい、もう何倍だったんですか？ SNS で20倍、30倍。いいですね。でもそうですね。それもやっぱ自分の強みなので、この憧れっていうのは、自分の強みだとか、過去のちっちゃい成功体験でもいいですね。例えば、ものすごいズバ抜けた成功体験がなかったとしても、ちょっとした強みでもいいんですよ。だから自分のそのちょっとした強みっていうのを、自分でまだ気づいていないだけで、実は自分にとっては、他の人から見てやっぱ憧れられるポイントって、やっぱり、あったりするんですよね。で、僕はそれは皆さん一人残らずですね、何かしらそういうポイントってあるというふうに思います。で、やっぱり数十年間人生を経験を積んでいたら、やっぱり何かしらですね、他の人からは自分には真似できないすごいと思われるポイントってどっかしらにあるはずです。それをやっぱりその見つけていくっていうのは大切だなっていうのと、あとはまあその、どれだけその見込み客の人に共感していけるかっていうところですね。で、ここは、まあ、共感がね、結構ね、また難しかったりするんですけれども、簡単に言うと、その、共感、結局ね、こう、お客様の、心、お客様の、まあ、気持ち、立場になって考えると。で、考える。お客様の立場に立って考えて、お客さんの、心を読み取ることができたら、お客さんの心に寄り添えることができたら、僕はどんなビジネスでもうまくいくっていうふうに確信してるんですね。で、それはやっぱりその人に対して共感をしてあげることによって、まずお客さんの気持ちがわかるから、お客さんに対してベストな商品が提案できるし、それは別にね、まあ、基本的なそのマーケティングだったりとかセールスにおいても一緒なんですけれども、でプラスですね、この共感、結局この共感っていうのができなければ、ただのね、威圧で終わってしまうと。私すごいでしょって威圧で終わってしまうので、ちゃんと共感、お客さんにも寄り添ってあげる、こういう形で発信をしていくっていうことが大事だと。で、じゃあそこではですね、じゃあお客さんの立場になって考えると。じゃあ、いや、とはいってもお客さんの立場に立って考えるって言ってもなかなかわからないんですっていう場合は、これはね、もうはっきり言ってもこれはね、まあ、私はね、いつも YouTube とかで、マーケティング力イコールリサーチ力だというふうに思ってるんですけども、多くの人って、このリサーチって大事だっていうのは知ってるけれども、リサーチめんどくさいからやらないんですよね。
多くの人で、うん、で、でも実際今の時代すごい便利で、リサーチって例えば Yahoo の知恵袋だったりとか Amazon の書評レビューだったりとかね、うん、あるいは他のサイトの書評レビューだったりとか教えてグーだったりとかグノシーとかそういう、まあ、便利なサイトってたくさんあるので、そういうところからやっぱりそのお客さんがどういうことに悩んでるのかなっていうのを、まあ、僕らでも未だに日々ずっとリサーチ続けてるわけですね、うん。で、それができてるから、まあ、売り上げをね、常に安定して、常に高い売り上げっていうのを、維持することができているわけなんですけれども、ちゃんとこのマーケティングっていうのはリサーチ力なんだと。で、しっかりそのお客さんの立場に立ってから、お客さんのその悩み、求めてることっていうのを常に日頃からリサーチしていく。これができると、その、まあ、インスタだけではなくてですね、まあ、Facebook であったりとか、日々の LINE アットでの、まあ、LINE アットはね、LINE アットでのその、まあ、マーケティングのやり方とか、LINE アットの独特のね、コミュニケーションの手法だったりとかね、結構いろいろあるので、まあ、そこはね、ちゃんとしっかり学んでいただきたいなというふうに思うんですけども、ちゃんとこのリサーチができていればですね、自然と売り上げって上がっていくんですね。で、この、結局売上が上がらないっていうのは、まあ、そもそも集客ができていないから、これがまあほとんど8割の原因なんですけども、でも結局ですね、集客ができない理由っていうのはですね、まあ、そもそも SNS のマーケティングを知らないっていう理由、マーケティングを知っているかどうか、知っているかどうか、そしてちゃんとお客さんに寄り添って発信が出ているかどうか、ちゃんと SNS マーケティングについてはもうめちゃめちゃ詳しくて、もう一日中喋っていられるよぐらいの詳しい人ってやっぱりいっぱいいるんですよ。でも、その人がじゃあ売り上げ上がってるか、集客できるかって言ったら、またそれは別の話で、ちゃんとリサーチをしなかったら意味がないんですね。なので、やっぱりこの集客の基本っていうのは、SNS マーケティングを、正しい、最先端の SNS マーケティングかけるリサーチ力だというふうに僕は思ってるんですね。だから、このリサーチっていうのをね、ちゃんと手を抜かずにやっていただきたいなというところではあります。まあ、今日のね、やっぱ図見てくださってる方とかも、それ以外の方も、やっぱりその日々なんか Facebook 投稿しなきゃとか、Instagram 投稿しなきゃとか、結構目先のその作業とかに追われてるやっぱ方って多いと思うんですけども、でも、リサーチ力ってはっきり言って、例えば今日リサーチしたから明日すぐに売り上げが上がるとか、はっきり言って即効性はそんなにないです。それよりはやっぱりその SNS マーケティングが即効性はあるわけなんですけど、ただ、このリサーチっていうのを常日頃から、例えばね、電車の移動時間であったりとか、電車のつり革広告を見たりとかしてね、あ、今こういうところにニーズがあるんだとか、まあ、そういうリサーチを日々意識していくことによって脳のアンテナがだんだん冴えてくるんですね。で、結果的に、その、例えばじゃあ、いざセミナーを告知をしようとか、講座を販売をしようとか、プロモーションかけよう、オファーをかけようってなった時に、そのリサーチ力を日頃している人っていうのは、もう圧倒的に高いレベルで、お客さんに響くような言葉のチョイスであったりとか、お客さんに、が本当に求めていたような商品っていうのを提供することができるんです。だから売り上げが上がるんですよ。で、お客さんが求めているものをお客さんのここに寄り添って提案できる。そういうリサーチを日々しているからこそ、ちゃんと、まあそれが高額な商品であったとしても、お客さんが感謝していただけながらご契約いただけると。まあ、そういうですね、まあ、ことが実践可能になると。で、まあ、それがですね、結局マーケティングの本質っていうことになるんですけれども、まあ、ぜひね、リサーチっていうのをしっかりとやっていただきたいなというふうに思います。はい。という形でね、結構駆け足にはなってしまったんですけれども、はい。ここまでで何かご質問とかございますか？ご質問ある人。さとこさんは完璧ですか？もう今日の話完璧。私は何もいらないみたいな。いや、なんかもう全部が初めて聞くようなことだったんで。あ、本当ですか。ちょっとまあ、圧倒されてる感じがあります。そうですね。まあでも逆にこの状況、今からこのインスタグラムのその、まあ可能性っていうのを知っているっていうだけでも、まあかなり、まあ強いというか、もうかなりラッキーなんじゃないかなというふうに思うので、まあぜひね、今日のズームセミナーの内容をこれからぜひね、活かしていっていただきたいなというふうに、ね、思います。で、まあ、特にね、まあ、質問なければ、まあ、これで終わりにしようかなというふうに思うんですけども、今回ですね、まあ、このズームセミナーを見てくださった方で、先ほどですね、この、まあ、3ヶ月で5000フォロワーを達成するためのインスタグラムのブランディングシートっていうのをね、プレゼントさせていただきます。なのでですね、私もね、ちょっと、あとで個別にね、LINE で、インスタシートを送らせていただくんですけど、
私もね、誰に送ればいいのかちょっと忘れてしまったりすることもあると思うので、一応、今日のズームセミナーを見てくださってからですね、まあ、3日以内までにですね、インスタシートと一言ですね。まあ、私の個人 LINE とかでも構わないし、LINE アップでも構わないんですけども、まあ、個人 LINE 知ってる方は僕の個人 LINE に送っていただければと思います。インスタシートとね、7文字ね、メッセージください。そしたらね、インスタシート送らせていただきますので、ぜひね、そちらでまたワーク楽しみにしていただけたらなというふうに思います。はい。というわけでね、今日も、ちょっと駆け足になってしまいましたが、参加いただいて本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。では、失礼いたします。さよなら。